僕の知り合いに、極度の女好きで、彼女が途切れずずっと幸せみたいな人いるんですが、別にその人って、彼女いない人を見下すことなんて全然なくて、純粋に恋愛や性を楽しんでる人なんですよ。別にその人は、見た目がイケてるわけでもない、僕とほとんど似たような陰キャみたいな人なんですよね。もちろん、その人特有の欠点や、できないことというのを知っていて、彼の短所は、煽り耐性が全然なくて、何か言われるとすぐに感情的になっちゃうし、すぐに落ち込んじゃうというのがあるんですよね。要するにメンタルがすごく弱いんですよ。でも自分のことは嫌いではなく、別に欠点をそこまで意識してないんですよね。女性からはすごく純粋でいい人だと思われやすく、彼女もできやすいんですよね。でも別にモテるわけでもなく、普通だと思うんですよ。彼のことは羨ましいと思うけど、彼は僕のことを意識してないし、それでいいと思うんですよね。彼女はいた方がいいけど、彼女いないのがダメなのかって言われても違うんですよ。